ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは東京都品川区天台宗浄行寺法師智光雅真さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。そう今ちょっと面白くしようという意図全然ないっすよねみたいな話で、まあまあ確かにそう言われてみればそうかな、そうかもしれないですね。うん、僕なんか失礼ながら全然このこれまでねモーニングテンプルでしたっけ、あのテンプルモーニング間違ってますから、テンプルモーニングラジオですか、はい、聞いてなくて、で昨日慌てて聞いて、はい、そしたらその予習してくれた、ね、はい、梶田さんが再放送で出られてる回と、うん、なんかもう一人ぐらい聞いて、うん、やっぱその梶田さんの話を聞いたらもうなんかもう どうしたらいいんだろうと思いましたこんな重鎮の立派なお生まれからのお話を、わあさすがだなと思って聞いて、僕も一回あの法然院さんお邪魔して梶田さんのお話されてるのは、あの別に個人的にではなく、はいはい、会としてやられてるのを拝見して、いやーすごい立派な芯のある方だなというのを見てたので、はい、なんかそういった方も出られているラジオで、はい、どうしたらいいか分からなく、そしてなんか1本目撮り終わって、あ、やっぱこのスタンスなんだなってうん、そうですね、まあまあでもね本当分かんないですよね、何が面白いか自体、そう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 、うん、面白くなるように作ろうと思ったところ、ね、とかはないですね、うんうん、まあ自分が面白がること以外にはないっていうか、うん、でも本当みんな興味深いですよね、そう一人一人の人生というか、うん、何を思って生きてるかとかって本当に一人一人生きてるなと思いますよね、うん、最近なんか、うん、気になってることとか、このテーマ、この話題がちょっと注目してるんですよねとか、なんかこういう、うん、あのニコニコ超会議に出るようになってもそうだし、講演でも必ずそうなんですけど、一番最後になるべく一番人が多い局面で僕なりに法話をするようにしてるんですよ、うん、でそのニコ町とかだと多い時は2万人とか3万人とかっていう接続になるので、うん、その中で一応自分なりに一番最後に話をするんですけど、そのコロナ前まではみんなっていう形で語りかけるとか喋るってのが通用したし、うん、それでみんなに話しかける時に例えばその社会的な問題とか今こういうのがあって、なんだろうな、オリンピック問題とか何でもいいんですけど、世の中のトピックをバクッと掴んで、でみんなに対して自分なりに発信するっていう構図がまあ一応成立してたんですよ。でコロナになってから、そのちょっとコロナが下火になってきた2021年ぐらいからライブシーンとかフェスのシーンが復活してきて、で横浜アリーナでライブやってるアーティストがまあ、何万人か入れて、でも別に一席ずつ必ず開けて、うん、その声は出しちゃダメですよ、お客さんがね声出しちゃダメですよっていう中で、はいはい、サイレントで聞くと、そうそうそう、そう でも一応何万人クラスのライブができた時に、うん、そのアーティスト側がみんな楽しんでる会ではなく、うん、それぞれ一人一人それぞれの楽しみ方で楽しんでいってください、一人一人楽しんでいってくださいっていう風に言っていて、もうみんな楽しんでる会が通用しない世の中になったんだなと思ったんですよ。でそれはその配信イベントとかで一人一人が勝手に見てるからではなく、うん、横浜アリーナに何万人集めたとしても一人一人楽しんでいってください、うん、なんだな、まあ確かにみんなでモッシュしたりとか肩組んだりとか歌ったりとかってやんないんであれば一人一人なのかなとも思ったんですけど、で、2022年、うん、去年幕張メッセでリアル開催もして、やっぱその時にもう感じたのは、その
バクッと世の中の物事をつかんで、例えばその去年の4月末だとウクライナの戦争が始まったばっかだったりとかして、はい、っていうのをバクッと一つつかんで自分なりに仏教と照らし合わせながらみんなに伝えるっていうのは、これもやったとて、その私はそうは思わないとか、うん、そういう意見もあるかもしれないけど、そうできない人だっていて難しいんだとかってなってしまって、うん、結局バクッとつかんでバクッと投げても、それってみんなの違和感をいっぱい集めるだけになってしまって、はいはいはい、そのいや届かないなこれはと、聞いてもらえないというか頭とか心に届いていかないんだなと思いまして、なのでこれってどういう距離感でお話ししたらいいんだろうっていうのをすごく悩んでたんですよ。なるほど。で今年やったこととしては、今収録5月なんですけど、今日、3ヶ月前から2月に僕ね、多分この後言うかもしれないけど離婚しまして、うんうん、で離婚してこうなんだよねとかっていう話を自分の話をしたんですよ、うん、なのでその世の中の話をつかむではなく自分の置かれてる状況の話と、うん、その中で自分がこう思ってるって話をしたんですよ、うん、でその話って何も自分の外側のトピックをつかんでもいないし、うん、誰かに向けてこうだよね、こうした方がいいよねっていう投げかけ呼びかけもしてないんですよ。そうね、完全に完全にそう自分の話を誰に対してでもなくて、うん、今自分はこうだって話をだけをすると、はい、うん、ってなるとそれをそのバクッとこう投げかけられたわけではなく見せつけられた聞かされた人としてはそうは思わないではなく、うん、そこから逆にその自分はそれをどう感じ取るか、私はこう思うとかになって、要はその、うん、齟齬の部分とか違和感の部分を指摘するのではなく受け止めてくれるというか、出されたものを受け止めてくれるっていう形になったので、うん、今はなんか2023年現在飽和するってめちゃくちゃ難しくないっていうのが 僕の今の肌感なんですよ。なるほどね、面白い。うん、世の中のこんなことがありました、こんな悲しいことがありました、仏教でいうとなんちゃら様がこうおっしゃっていて、うん、こうしたらいいと思うんですけどねみたいな話が、まあ本当これまでよくよくあったシーンだなとは思うんですけども、まさしくその論法がもちろん通じる方もいらっしゃるとは思うんですけど、なんか若い人たちに喋ってるとどこの話してんのこの人ってなってしまうというか、うん、でもかといって本当にその仏教って決して自分教になっていいものではないので、うん、必ず仏教だって仏さんになぞらえて話をすべきだし、そこにのっとって話をすべきなんだけれども、ね、耳を開かない、ね、耳が開かないことには始まらないんで、うん、で時 の、 なんかその何を話すかではなく、どういうなんだろう取り出し方こちら側、はいはいはい、いや本当そうですよね。うん、最近グッドアンセスターの、ね、はい、テーマで活動というかしてることが多いんですけど、それってそのそこでよく言う話の一つとして、うん、僕がその話すことの一つとして、これは宗祖、うん、祖師仏教じゃないですか日本仏教って、うん、で例えば浄土真宗なら親鸞、天台宗ならもちろん最澄さんなんですけど、そのを語るときにいきなりその親鸞がこう言った最澄がこう言ったじゃなくて、私にはまあアンセスターがいますと、うん、それは例えば、まあ、両親であったり、うん、祖父母であったり、でもそのアンセスターは血のつながってる人ばっかりじゃなくて、うん、もっと広い意味でいろんなものを受け継いでいるんだと。で私にとってのやっぱり大きな存在アンセスターの一人は親鸞という人で、うん、で私はこの人からこんなものを受け継いで いるんですっていうところから話し始めるっていうことが、なんか
微妙な違いのようですごい大きな違いを生むと思っていて、そう、実はグッドアンセスターを、その日本仏教が、いやいや別に取り入れるって言った時に、いやいや前からね先祖供養やってんじゃんっていう話のようでいて、実はその宗祖を語る時に、なんか偉い人がいて、みんながね、みんなそれの言葉を聞けじゃなくて、自分の中にいる存在としての、そうそうそう、まず私とのつながり、つまりはそのお坊さんがあのなんか宗祖の言葉のその代弁者として喋るんじゃなくて、私にとっての宗祖っていうものを、まあ本当一人語りとして始めるっていうか、なんかそこからようやくつながりが生まれるような気がしてるんですよね、っていうこととちょっと重なって聞こえました。なんか皆さんその仏教とは仏を崇めるものではなく、自分がね仏となる教えだみたいなのを言ったりとか、生き方をやっていくもんであり、それも学びではなく実践を伴ってやっていくからこそ仏教って面白いよねって話を、まあお坊さんとかで言うとするんですけど、であるならば、なんかその今回自分の話をする、で逆にその時にその仏教にはこういう話がありましてこことつながってるんだよとかは一切せずに自分の話をやりきって終わるっていうのをやった時に、これが自分教ではなく仏教で あるかどうかってすごく気をつけなきゃいけないなと思ったんですよ。でもその時にその要は仏教が自分自身が仏となるために生き続けていくやり方であるならば、自分がお坊さんであり仏教徒である自分がそのまま自分の生き方を語った時に、それが照らし合わせとかをしない限り仏教にならないんであったらダメでしょうって自分に思って、だから自分は今こう思ってこういう状態になってこう生きてるっていう自分の話をして、それがそのまんまちゃんと仏教であるっていう状況に今自分はあるっていうのを、まあ自分に対して信じるというか、だし他の人とかと喋ってたり、それこそアンドロイド観音の高大寺の、おじいちゃんとお話した時にも、あ、やっぱ大丈夫だ、全然大丈夫だって自分でもなんとなくこう思ったので、なんか自分の生き方をそのまま語ることが自分教ではなくちゃんと仏教として全然通用するというか、全然齟齬がないって自分では思ったんでそのまま言ったんですけど、なんかそういうのもありましたね。なるほどね。で僕はそのアンセスター的な意味で言うと、憧れっていう言葉を使ってるのもするんですけど、それはその多分みんな一般の方、仏教徒じゃなかろうと誰だろうと憧れの人っていますよねと、それは会社の上司とかかもしれないし、なんか自由に生きてる友達の姿かもしれないし、アニメのキャラかもしれないけども、何か憧れっていうのがあって、あの人だったらこうするんじゃないかとか、そう、ああいう姿に自分は憧れてる、羨ましいではなく憧れてる、それって自分もそうなりたいなんですよね。羨ましいって自分もそうなりたいとはちょっと違ってたりとかして、っていう意味でその生き方を示してくれてる背中っていうのが憧れだなと思ってて、なのでそう、去年のニコ町とかではその憧れを自分の中で、本当はこういうものには自分は憧れてたとかを取り戻しましょう、でそこに向かっていけるといいよねみたいな、なんかその時すごくコロナで周り見ながら同調するというか、歩調を合わせる、足並み合わせるとか様子見るって時代だったんで、非難されないように生きるよりは憧れを思い出しましょうみたいなのを言ったりはしてて、そうね、その時の、時代の空気感もありますね。そうだな、まあ、その自分教にならないっていう意味でも結構そのアンセスターの話はいいなと思って、いいっていうか、あのうまく機能するなと思っていて、っていうのはそのアンセスターを語るので、まあ自分もなんか自分だと思ってるけど、自分の中にいろんなものを取り込んでというのか、受け継いでこうなっていて、でそれはそのまあ、DNA 的なものもそうかもしれないけど、ね、先生や友人やいろんな人からあの別に血縁じゃなくても取り込んでいるものもあれば、憧れ、をってあのやっぱ自分もそうありたいな、ちょっとできるところは真似してみたりとか、だから自分を語っているようでいて、やっぱ自分からはみ出していくっていうのか、なんか そこがあれば、まあ、そんな変なことにはならないんですよね、確かにね、
なんかそれがね、こう恐れとか人から言われたからとかってなると、自分じゃないところからね、自分じゃないものにならされたりなっちゃおうとするやつなんで、うん、そうするとちょっとで自分自身としても何がいいんだか分からなくてやっちゃってることになるので、うんね、アンセスターでもなんか憧れでもなく言われた形になると、うん、何がいいんだか分かんなくてやるになるんで、そうするとやっぱ踏み外しちゃうし分かんなくなるし自分を失うなとは思うので、そうね、内側にあるものの範囲で喋る、でその範囲がちょっとはみ出すぐらいのところがなんか、なるほどね、意外にも法話論になりました。はい、友光雅真の法話論ありがとうございます。ありがとうございます。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノート、または番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。門番へ
心ならに。天官の不問文芸大秘神ならに詳細妙吉祥だらにを富士す集むるところの苦毒は第四教主本師釈迦牟尼仏高僧常用大師大祖上最大師に供養し立て祭り無常仏化菩提を称言す五法の書店五法の少者、東山のどじご伽藍尋常法、七郎大元尻菩薩、合頭の震災に執権す、恋寝ごところは、孔弼等十九、早期収束、並びに国家昌平万法和楽、十方の改修副受長久、身体健全同年増長、北海の岩時期と同じく七尾窓かにせんこと。新行
召喚伏して観を垂れたまえ。将来摩訶藩に孕みた信仰不実集むるところの功徳は十方上十の参謀加海無量の賢章十六代やらかん一切の愚部類眷属にエコース恋寝をところは三名六通末法消耗に返し五力八下群上無償に導き三門の二輪水天寺国土の三歳なく朝鮮こと霊言妙に後継たりし安にる中筋を修する桃とこれ迷い理に可能もまた悟りにあらず万能一切の教えごと笛ごとえしてさらに相渡る叱らざれば位によって重す式元出造ことにし小元ラックをことにすあんな常中のことにかない名は清濁の句を分かつ次第の章おのずから服すこのその母を売るがごとし火は熱し風は動揺水は潤い、血は剣をまな、怖い両耳は温情、鼻は貸したは乾燥しかも一一の方において、根によって破分物、本末すべからく、衆に帰すべし。尊貴その後も中、命中にあたって安なり安相をもっとうことなかれ、安中にあたって命あり、命相をもって見ることなかれ。命安、おのおの相対して、失するに前後の歩みのごとし、万物をのずからこうあり、まさに用途書というべち、自尊すれば考え、し利用すれば先歩誘うことを受けてはすべからく衆を得すべし自ら聞くおりすることなかれ側目道を得せずんば足を運ぶもいずくんぞみしを知らん歩みを進むれば権能にあらず迷うて千賀の子を隔通信で三元の人に申す行為むなしく渡ることなかれ仰ぎ恋願わくは信じ伏して召喚の垂れたまえ将来三道海を不実集むるところの主君な美和私物大予想式物大予想社府物大予想クルソン物大予想クナゴン無二物大予想歌唱物大予想釈迦無二物大予想マカカ小大予想アナンダ大予想小ナワシュ大予想バキクタ大予想大高大予想ミシャカ大予想バシミツ大予想仏ダナンダイ大予想フダミッタ大予想バリシバ大予想フナヤシャ大予想アナボテイ大予想カビモラ大予想ナゲハラジュナ大予想カナダイバ大予想ラゴラタ大予想ソウギャナンダイ大予想カヤシャタ大予想、クモラタ大予想、シャヤタ大予想、バシバンザ大予想、マネラ大予想、カクロクナ大予想、シシバ大大予想、バシャシタ大予想、フニョミッタ大予想、ハンニャタラ大予想、ボダイダルマ大予想、タイソエカ大予想、カンチソウサン大予想、大道神大予想、大満公人大予想、大カンネノ大予想、制限行士大予想、石頭奇仙大予想、薬三威厳大予想、雲岩頓城大予想、東山領海大予想、雲後同様大予想、道安道比大予想、道安監視大予想、両山円環大予想、太陽狂言大予想、東杉聖大予想、不要道海大予想、短歌詩人大予想、長路清涼大予想、天道総閣大予想、摂政置換大予想、天道女上大予想、永平道元大予想、今下城大予想、鉄通議会大予想、経山上金大予想、三国伝統歴代祖師の民に仕立て祭り、神ジオンに報いんこと、See you.
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。